ユニコーンに会えればクララさんを助けられるかもしれないんですね。そうね、おそらく。よし、急ごうぜ。真実を知ったら悲しむでしょうね。何か言ったか、先生。いいえ、何でもなくてよ。大したことなくてね。まだまだいけるぜ。連戦とは大したことなくてね。あら、もうおしまい？
レット本当にいいのかよ。ユニコーンの角を使わなくて。お前が取ってきたんだろ。うん、私の体は天使になろうとしてるだけだから。でもお前、満足に食事もできない、満足に眠れない、それでいいのかよ。それが天使になるってことだと思うから。そんなの間違ってる。誰かが犠牲になるなんて、そんなの間違ってる。ごめんね。でもありがとう、ドイド。知れたな。マーテル様ってのは女神なんだろう。そのように言われているな。女神も病気になったりするのかね。なるんだろうな。そんなバカな。でもよ、コレットが天使になるってことを考えれば、人間と天使は似たようなもんってことだろう。そして天使はマーテルに仕えている。そんなもんかね。神様が風邪をひくなんて、なんかうさんくさいじゃないか。ま、確かにな。